はい、では行きましょう。ここから三角比の相互関係について勉強していきます。三角比の相互関係、相互、お互いの関係、なんやっていうと、三角比、サイン、コサイン、タンジェントの間には次の3つの関係があるよと。この公式をしっかり覚えておこうねっていうところです。どんな公式かっていうと、サイン2乗シータたすコサイン2乗シータは1っていうのが1つ目の公式。もう1つはタンジェントシータコサイン分のサインで求められるよっていう公式。もう一つは1たすタンジェント2乗のシータはコサイン2乗シータ分の1になるよとっていう公式。この3つがあるんですね。で、この3つの公式についてはもう理屈はいいです。なんでこうなんないっていうのは無視していいです。もうテストに出ることはないです。それよりもこの3つの公式を使っていろんな問題を解いていこうねっていう問題だけなんでね、もうここではこの公式をただ単に丸暗記すると、まずはこの3つの公式を丸暗記する、それが大切になります。それをした上で、このね、3つの公式を使いこなしていこうねっていうところなんです。で、公式でよく出る順で言うと、もうこの上から書いた順です。こう1番よく出る、2番目に出る、3番目に出るっていう感じですね。で、実際ここの問題でもこの2つの公式で全て型がつきます。でね、もう早速この3つの公式を覚えたもんやとして具体的な問題見ていきましょう。1番目、0度小なりシータ小なり90度とする、シータは鋭角やって言ってるんですね。サインシータが5分の3の時、コサインシータとタンジェントシータの値を求めようと。こういう問題よくあるんですね。これに慣れていこうというところです。で、サインシータの値が分かっている時に他のコサインとかタンジェントの値も求めていこうねなんですね。で、どうやってやるかっていうと、まずこの公式を使えばサインが分かってたコサインが出るんですね。サイン2乗シータたすコサイン2乗シータが1やから、このサインシータここに5分の3代入する、つまり5分の3の2乗たすコサイン2乗シータが1やと。で、これ移行したコサイン2乗シータは1引く5分の3の2乗で25分の9になるんですね。つまりこれを計算したコサイン2乗シータは25分の16になるよと。ここまで OK ですか？コサイン2乗シータが25分の16やと。で、もうみんなご存知の通りね、 A の2乗が4やったら A はどうなりますかっていうと、大事なことはもちろん2やねんけど、プラマイの2なんですね。プラス2でもいいし、マイナスの2でもいいと。どっちにしろ2乗したら4ですよねとね、もうこれは身についてますよね。つまり2乗が4っていうことは A はプラマイ2になるみたいに、コサイン2乗が25分の16っていうことは、考えられるのは2乗を外したただのコサインシータは5分の4かもしれんし、もしかしたらマイナスの5分の4かもしれん、プラマイの5分の4なんですね。この2つの可能性があるよっていうのが大事なんです。ただこの問題に関して言うと、この指定が効いてくるんです。シータは0から90度やと。0から90度、つまりこの範囲にあるんですね、単位円で書くと。で、コサインっていうのは何に注目したらいいんでしたっけ？サインは Y 座標に注目したらいい、コサインは X 座標に注目したらいいんでしたね。つまり0から90度にあるとき、コサインは絶対に正なんです。コサインは絶対に正、 X 座標が正やからコサインは絶対正になる。だからコサインシータはプラマイ5分の4のうちマイナス5分の4じゃなくて、プラス5分の4の方だけってなるんですね。意味わかりますか？で、ここでのこの単位円を使った説明、これがわからない人にとってはね、ここから先も厳しくなるんで、まずはこの鈍角の三角比のところをもう一回見直してください。サイン135度とか、コサインのね、165度とか、あ、ごめんなさい、コサインの150度とかね、どうやって求めるんやっていうのをわかってる人が、ここから先もやることでいきます。この単位円の考え方が身についてるかどうかです。サインが Y 座標、コサインが X 座標っていうのをしっかり身につけておく必要があるんですね。だから、これが意味わからなかった人はそこを見直してください。鈍角の三角比の求め方です。で、ここではもうそれができてるもんやとして進んでいきますね。ほんなら、コサインが5分の4と、そしてサインが5分の3で分かったから、タンジェントはこの公式を使ったら出るんですね。タンジェントはコサイン分の3やから、5分の4分の5分の3になると。で、ここからの求め方は人それぞれやけど、まあ簡単なのは、この分母にも分子にも両方5をかけてあげると、約分して消えて4分の3ってすぐ分かりますよね。もしくは、ね、2分の1が1割る2みたいなもんで、5分の3、5分の4分の5分の3はこれ割るこれ。なんで、5分の3割る5分の4を計算して4分の3って求めてもいいですね。どっちでもええです。ね。これには慣れていきましょうっていうところです。まあどっちにしろ、タンジェントは4分の3になる。っていうことが大事なんですね。OK でしょうか。慣れるためにもっといろんな問題を見ていきます。2番目、次は0度小なりシータ小なりイコール180度とすると。さっきとの違いは、さっきは90度までやったから鋭角って分かっててんけど、今回は鈍角の可能性もあるんですね。さあ、そんな時、サインシータが3分の2やとする。コサインとタンジェントを求めようと。
やっぱりやることは一緒なんですね。サインが分かってるから、サイン2乗足すコサイン2乗が1っていう公式を使うと。で、代入して計算すると、コサイン2乗が9分の5って分かるんです。で、ここから分かるのは、コサインシータの可能性があるのは、プラスマイナスルート9分の5なんですね。どっちも可能性あると。で、どっちやろうって判断するんやけれども、今回は0から180度っていうことは2通り考えられるんです。つまり、もしシータ、ね、求めたい角度シータが A 角90度までの角の時は、この時はコサインの値は X 座標やから正になる。コサインシータは正になりますよね。だその時コサインはプラスになるよってなるんです。あとでここから詳しく見るけど、もう一個の場合は、コサインが鈍角の時、つまりこっち側の時は、これはコサインが、X 座標が負やから、コサインがマイナスになるんですね。だこういう風に、場合分けをせなあかんっていうことなんです。シータが A 角やったらコサインは正だよ。シータがもし鈍角、90から180の角やったら負だよ。っていう風に場合分けをせなダメなんですね。これが、ここの問題の一番のポイントであり、さっきの問題との大きな違いなんですね。このコサイン2乗が出てから、さっきは A 角って分かってるからもうそのまま進むと。今回は、鋭角かもしれないし鈍角も知らんから自分で場合分けをする必要があるっていうことです。逆にそれさえできればもう終わりなんですね。鋭角の時はコサインが正やからコサインは3分のルート5になるよと。あとは一緒です。タンジェントはコサイン分のサインやからね、もう計算して、ルート5分の2で終わりっていう感じですね。で、三角比のところではもう分母にルートがあってもね、問題がない。このまま答えにすることが多いので、もうここもこのまま答えにしときます。それはもう問題、テストの問題に合わせてくださいね。三角比ではルートが分母にあってもいいことが多いんでね、ここではもうこのまま答えにしてます。次、シータが鈍角の時はコサインは負やからマイナスがつくんですね。マイナス3分のルート5になる。あとは計算は一緒ですね。タンジェントはコサイン分のサインやからマイナスルート5分の2になるよと。っていう話です。OK でしょうか。次、もう一問。コサインが分かっているパターンも言っておきましょう。シータが0から180度とすると、コサインシータが13分の5の時、サインとタンジェントを求めようと。で、これも慣れてる人からしたら、コサインが分かっているときは、ここにたとえ0から180度ってあろうが、鋭角か鈍角かすぐ分かるんですね。というのも、コサインが今回正やから、0から180って言っても、絶対にもうここしかないんですね。0から90度の間にしかないと。というのも、90から180だとコサインの値は正ですか、負ですか、どっちですか。っていうと、90から180だとコサイン負になりますよね。だから今回コサインがもう正の時点で、ここにたとえ0から180って書いてても、これはもう90度までにあるってわかるんですね、コサインが。数1の範囲ではね。まあ、数になると下も考えなあかんから、そう簡単ではないんですけれども、今回に関してはコサインシータ13分の5、プラスってわかってる時点でもう0から90ってわかるんですね。それを念頭に置いてやっていきましょう。サイン2乗足すコサイン2乗が1より、もうやることは一緒ですね。次はコサインが分かっているから、ここに13分の5代入して計算していくと、サイン2乗シータが169分の144ってなるんですね。で、サインシータはっていうことは、プラマイの13分の12が考えられるんやけれども、もうここにある時点でサインは絶対正なんですね。0から180度の時点でサインは絶対正。というのもサインは Y 座標に注目したらいいから。だからもうマイナスはありえない。つまりサインシータは13分の12って分かるんですね。っていうのが一番のポイントなんです。で、あとはタンジェントはコサイン分のサインやから、13分の5分の13分の12で5分の12って分かるよ。っていうことなんですね。OK でしょうか。はい、ということで、ここで三角比の相互関係について勉強しました。結局ここで大事なのは、サイン、コサイン、タンジェントの間にあるこの3つの公式、関係式なんですね。これをしっかり暗記しとこうね、と。っていうところです。で、そのうち今回はこの上の2つについて、勉強しましたね。よくある問題はこういう風にサインが分かっている時にコサイン、タンジェントを求めようとか、コサインが分かっている時にサイン、タンジェントを求めようっていう問題が多いんですね。で、この範囲の指定によっては鋭角か鈍角かでコサインの場合分けが必要になる場合もあるから気をつけようねっていうところでした。あとはね、自分でも納品でできるように類題見つけてしっかり練習しておきましょう。